はい、どうも、アミティ先生です。バカンスから帰ってきました。今日はですね、新型の iPhone 14 を買っていきたいと思います。今、9月の9日、21時、夜の9時ですね、ぴったり。もう今から予約ができるみたいなんで、早速ちょっとやっていきたいと思うんですけれども、私が今使ってる iPhone が iPhone 13 ですね、プロないやつを使ってるんですけど、まあ、めちゃくちゃバッテリーがすぐなくなる。と、あとね、カメラが2個なのがね、やっぱちょっと画質の違いを感じたんですよ。なので、今日はね、14 Pro を買いたいと思ってます。で、色もちょっと変えます。前のはね、赤かったんですよ。アミティ先生といえば赤だから赤を買ったんですけど、今日はちょっと違うのを買っていきたいと思います。まあ、今回はね、ちょっと私、みんなが買わなさそうなやつを買おうと思ってて、ちょっとそれをね、みんなにもお伝えしたいんですけど、来ないですね。来い。来ない。21時7分。来ないですね。ちょっとじゃあこの間ね、おさらいしますか ?iPhone 14 Pro のおさらいですね。まずカメラがめちゃくちゃ良くなってるらしいです。解像度がなんと4倍。もうね、バリ島でいろいろ写真を撮ったんですけど、その時に、なんでカメラ3つのやつ買わへんかったんやろってもうすっごい後悔して、やっぱりリゾートとかそういうさ、いいところに行った時はさ、綺麗な画質で撮りたいなと思って、その時にね、この2個カメラにしたことをすごく後悔しました。で、あと動画もね、綺麗に撮れるらしいですね。動画の解像度、4K の解像度とかも上がったのと、あとは動画だと手ブレ補正ですね。手ブレ補正のなんかアクションモードみたいなのができるらしくて、それだともうすごい手ブレしても綺麗にスムーズに動いてくれると思ったら、今来ました。今来たのでちょっと後でやりますね。はい。私が買うのは iPhone 14 Pro でございます。で、色。今回私はですね、なんでゴールドにしようとしたかは後でちょっと説明しますね。で、ストレージいきます。ストレージは 256GB で十分だということに私最近気づいたので、256GB。で、Apple Care 入らない、16万4800円。高い。高くても全然いい。いきます。Go! Go, 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 go. でね、今日、もう一つ買いたいものがあって、レザーケース。レザーケースを買います。この、マグセーフ対応 iPhone 14 Pro レザーケース。これの茶色を買います。茶色。バッグに追加しました。バッグを確認。来た。見てみんな。最短です。買います。これ。買えない。処理中。ぐるぐるして買えない。この処理中のところから動かないんですけど、どうしたらいいですか？誰か助けてください。リクエストの処理中にエラーが発生しました。変えてない。なくなった。なくなっちゃった。ご予約状況。変えてない。無理。誰か助けて。あかん、無理。もう嫌や。ちょっと待って、ジェット大輔さんに連絡する。まだ出てきた。出てきたり消えたり、出てきたり消えたりしてる。やばい、ほら、こんなことしてる間に充電がもうないんですよ、この子。もうプロついてない iPhone、充電なくなるのほんまに早いんですよ、もう。びっくりするぐらい早いです。私、前 iPhone Pro Max を使ってたんですけども、Pro Max は一日中使っても全然充電なくならなかったんですけど、この iPhone 13 はね、もうダメね。もう絶対プロなしのやつは買わないって。決めました。はい。キス。リロードします。変えた。リロードしたら変えてた。リロードしたら変えてました。お届け予定日も
9月16日最短よし、ふぅ、マジ帰ったわ。よかったよかった、お騒がせしました。はい、ちょっとさっきの説明続きさせてください。iPhone 14 Pro 変わったってね、カメラでしょ、動画でしょ、あと自撮りもね、ちょっと明るくなって綺麗になるらしい。あと充電が長持ちね。あとは常時点灯っていうのになりましたね。画面がずっと明るく、あのつきっぱなしのやつ、常時点灯。あとは衝突事故に SNS 衝突事故の時の SOS 通知がありますね。あとは、ディスプレイが明るくなるそうですね。あの、バリ島にいた時にめちゃくちゃお日様カンカン照りの状態で iPhone でカメラで写真撮ろうと思ったら、もう暗くて見えないんですよ。マックス明るくしても。で、それが、次の iPhone 14 Pro は画面自体のディスプレイが明るくなるから、そのカンカン照りの外でも、画面が見えるというやつですね。はい。で、最後が、上のバーのところになんかアニメーションのなんとかっていうのね。あのおしゃれなアニメーションがつくようになりますよっていう感じですね。まあ私はなんかカメラととりあえず充電をどうしてもなんとかよくしたかったから、まあ今回買い替えたっていう感じになります。で、あの色ですね、ゴールドにしてみました。なかなかゴールドにする人いないと思うんですけど、私もなんか前までゴールドってすごいこのなんか成金感というか、ちょっとお金持ちになりたくてもなりきれない人たちみたいな感じの雰囲気があったから、なんかちょっとなんか買ってなかったんですよ。だけどちょっと今回はこのゴールドを着こなせるファッショナブルな女になりたいって思ったんです。あのこのゴールドのやつ実験見てないから、ちょっとどんな感じなのか全然わからなくて、もうマジでギンギラギンやったらどうしようってちょっと今思ってるんですけど、なんとなく発表会を見てて感じたのは、そこまで金じゃない、ちょっと白みがかった金かなって思ったから、ちょっと今回買ってみました。で、このゴールドにレザーが合うと思ったんですよ。なんとなく直感ですけど、この秋冬っぽいレザーにちょっとゴールド、私こういうなんかゴールドのアクセをねあのつけたりするのが好きなんですけど、このゴールドとレザーの感じっていうのがいいかなって思ったから、ちょっとこのコーデトライしてみようっていうね。で、あの白は買ったことあるから、まあ白はもういいかなっていう感じで、黒もなんかねちょっといまいちで、パープルもまあ綺麗でかっこいいと思うんですけど、なんかアメティ先生っぽくないなと思ってて、じゃあもうゴールドしかないということで、もう震えながら見たこともないゴールドの iPhone 買うという。できる、みんなめっちゃ怖くない、ゴールドの iPhone 買うって。もうどうしよう、めっちゃ変なの来たらどうしよう、もう震える。はい、まあ、あの来たら見せるんで、あのゴールド狙ってる人はあこんな感じかって多分思ってもらえると思います。で、今日はねもう一個買うの、もう一個買いたいと思います。 Apple Watch を買います。この流れで、Apple Watch は今私 SE かな、前のやつの安いやつを持ってるんですけど、この黒のやつですね。これでもいいんですけど、なんか新しいのになってから、なんかちょっといろいろ機能がついてたりとか、あとデザイン自体もちょっとやっぱ黒がおしゃれアイテムとして、ちょっとこれがなんかね重すぎる、男っぽすぎて私が持ってるファッションアイテムと合わないから、ちょっと変えてみようっていうことで変えたいと思います。で、 Apple Watch は Apple Watch 8と SE とあとウルトラっていうなんかごついやつが出たみたいですね。で、ウルトラはもうでかくて超バッテリー長持ちで、なんか過酷な環境にも耐えれるガチ系の、Apple Watch らしくて、ちょっとこれ大きすぎるから私はこれをやめときます。で、Apple Watch の8にするんですけど、8は、常時点灯ですね。常時点灯プラス低電力モード、あの iPhone でいう黄色になるやつあるじゃないですか、黄色モードが新しく追加、あと電池が長持ちするっていうのと、あと皮膚の温度センサーっていうのがつくらしくて、これ何かっていうと、あの生理周期とかをこの温度、体温とかで測ってくれるらしいんですけど、これちょっと女の人にねめっちゃいいと思うんで、これちょっと届いたらまたね紹介したいと思うんですけども、 iPhone がゴールドにしたから Apple Watch もゴールドにしようかなって思ったんですけど、ちょっとねこのねゴールドにするとやっぱりちょっとここもゴールドだしここもゴールドだし、なれないやつみたいになるかなと思って、ちょっとそれはやめときますね。はい、
サイズは41がいいですね。ケースがステンレススチール。高い方ですね。金属の方。のゴールドでもなく、シルバーでいきます。バンド。バンドはね、ちょっと別のとこで私ね、買おうかなと思ってるんですけど、一応買えるんですよね。私が好きなのは、このミラネーゼループですね。ミラネーゼループ。このペロペローンってなってるやつ。私去年もこの、ゴールドと黒のペロペロンのミラネーゼループを持てるんですけど、なんで今回ちょっとやめときますね。で、まあそうなった時に、まあ何でもいいんですけど、茶色にしようかな。茶色にしようかなっていうのはですね、この時計とか、こういう感じにしたいんですよ。この茶色のバンクルの感じ。で、こういうちょっと革っぽい感じ。もしくは、ここがアップルウォッチとして、こういうちょっとメタル系。これマーク・ジェイコブズのなんかね、10年前ぐらいに買ったやつなんですけど、こういう感じにしたいんですよ。これを別のところで買います。こういうアップルウォッチのバンドが売ってるちょっと海外のサイトとか見つけて買ってみたいと思います。で、まあ、アップルの公式サイトで買うのはこういう茶色のやつかな。なんで、まあ、これか。これなんかダサそうだね。これいってみる？このレーザー。うわー、迷うですね。ここ行ってみましょうか。これ、レザーリンク、タイヤ、私が一番好きじゃなかったやつ。今までで。何このタイヤとか思ってたやつ、買います。シルバー、ステンレスチールのアップルウォッチ。112,800円。無理。時計、買える。おしゃれな時計買える。本日のご注文で最短で来るのが10月2日だって。iPhone 買ってて出遅れた。まあいいや。これで行こう。買いました。驚き予定日が10月の2日になっちゃったけど、無事にアプローチシリーズ8買えました。よかった。もうやっと買えた。もう1時間10分も撮ってますよ。これもう大変だった。 iPhone が17万ぐらいと、あと Apple Watch が12万ぐらいで、もう締めて29万28万ぐらいですね。震える。ということで、皆様今日はiPhone とアプローチを買いましたということで、面白かったらぜひいいねボタンお願いします。また来ましたらレビューしたいと思いますので、楽しみにしておいてください。ちょっとこういうさ、アクセ系とさ、どうやって合わせたらかっこよく着こなせるかみたいなのもちょっとやってみたいと思います。楽しみにしておいてください。じゃあね。